さあ、ということで、どうもこんにちは、くにです。今回は、ついに海洋剣悟空がね、貫突したんで、こちらの、打撃損一族で使っていこうと思います。なんか最近の全開覚醒キャラクターって、覚醒 Z パワーだったり、普通の Z パワーもめちゃめちゃね、イベントとかで配ってくれてるんで、突も上げやすいし、覚醒もね、まあ最低2まで保証されてんのかな。ということでね、ありがたいことに貫突しました。海洋剣普通に Z アビリティめちゃくちゃ強いんでね、前動画で使った時この打撃損一族めちゃくちゃ強かったんで、ちょっと普通に楽しみ。うわ、これ青2枚警戒してきて緑出してくるかな。なんならこれ赤2枚いってもいいけど、いやー、ちょっとまあさすがに冒険しすぎるの怖いんで、この3人で行こうかな。よろしくお願いします。緑くんのかなこれ。青2枚結構怖いと思うんだけど、さあよろしくお願いします。ああ、さすがに来たね。よかったよかった。お。まあって感じかな。海洋剣の通りは良くないけど。まあめっちゃ強いんだよね、海洋剣。よろしくお願いします。必殺ないよね。ちょっと今日2日ぶりのレジェンズなんで、オッケー。さすがにそれは甘い。俺にはそういうの効かない。あ、待って、危ねえ。打撃カバチにいるわ、裏に。怖っ。ああ、そっちからしてくるんだ。あ、硬くね、君。結構硬いね。結構硬いね、君。甘い。いや、これ出してきそうだな。外すか。お、出てこない。外したんで圧引けるんじゃない？引けないか。跳ねようかな。変身しといて。オッケー、最速でかい。これ撃っちゃうか、ライジング。うん、撃っちゃいましょう。もう復活2枚だるいんで。いや、これ読まれそうだな、ちょっと必殺。いや、いっか。さあ、打撃損一族なんで、普通にね、属性不利にも、かなり軽く出せます。オッケーオッケー、危ない。で、これタックル来るかな。バニー、ちょっと欲張れば回復できそうなんですよね。タックル回避入れてくれないかな。一曲に入れてくるかな。いや、アーツ押してきそうだな、ちょっと。まあまあまあ、しゃあない。アーツ押してきても仕方ないです、これは。バニ回復、ちょっと警戒してほしいけど、危ね。めちゃめちゃ入れてくんな。特殊使わないと思う、多分ここ。あー、まあ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 、まあ仕方ない、これは。さあ、ダメージ分散させて、まあもらいましょうかね。時止めもうないでしょ、これ。タックル UG、OK?さあ、泥足上げて、もうこれでね、やってるぜー。ピッコロご飯は、ちょ、強いな、打撃損一族めちゃくちゃ。泥足、あんま関係ないわ、究極いこう。あー、まあ、帰ってきてんのか。まあ、しゃあない。さあ、裏の紫の、メイン切りたいんで。おー、強い、めちゃ強いぞ。打撃損なんで、通常で行くでしょ、これ。行くんすよね。これが強いよね、やっぱ。この形もマジでありだと思うんだよな。さ、特殊ぶっぱはやめてください。めちゃめちゃ君タックルに、タックル信者すぎるね。ここ入るね。さ、泥足でアース持ってくる。強いな。外そうか。オッケー。さ、補正切ったんで強い、これがめちゃくちゃ。さあ、これ特殊2回積んで場に回復しますね。いや、タックル信者だから、ちょっとごめん。欲張るわ。うん、ごめんなさい。ごめんなさい。これはマジでタックル信者なんで、相手が。あまりにもタックルを信用していたんで、オッケー、今度は外しません。まあ別に今のね、射撃だったとしても、裏に復活いるんで、そこまでリスクないんでっていうオタク特有の早口で、言い訳させてください。あと、めっちゃ有利盤面だったんで、冒険したかった。いやー、まあ青2枚来るな、これ。うん、青2枚来んな。いやー、どうしよう、これ。スパサ根欠でしょ。赤出せないな、これ。青青村で行くか、悩むな。多分、緑来ないと思うんだよね。順番どうしよっかな。これで行くか。このパーティーだったらマジで打撃に寄ってるんで、バカ野郎の劣化じゃないと思うんだよね、海洋剣国。さあ、青青黄色で来る。まあ仕方ない。ちょっと属性はきついですけど、頑張りましょう。
いや、ブロガイジ怖えなぁ。そっかりしようか。うわぁ、怖い。怖いよいやぁ、ちょっとこのと、いやぁ、やばいやばいやばい、泥足ついちゃってんだ。あ、まあまあまあ、でも、いった!でもじゃねえ。痛すぎるお前、マジでおかしい火力。ちょっと痛すぎだろ、マジ火力おかしいことになってる。いけ。ちょ、もう本当にブロリーの処理めんどくさすぎ。特殊積んで、待機短縮して、反発祈願で時間稼いで、さあ、これ必殺警戒してほしいな、ちょっと時間稼ぎたい。怖い。甘い、それは。お前、お祈り好きそうな顔しとるな。好きじゃないんか、お祈り。うわぁ、マジか。まあまあまあ、しゃねえですね。裏に2ついるんで大丈夫。ブロリー来い、ブロリー。もう出していいよ。なんか変な外ししてこんか?ブロリー出さないんだ。おー、怖いな。面切らないよね、ここ。いや、なんか警戒しなさそう、ブロリー使いって。バカ野郎のこと。本当に警戒。来るかなぁ。いやー、キャタチャンスかー。まあまあまあ、耐えますね。よっけ。行って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 、マジ行ってマジ行って。うわ、これ究極まで切ったら、剥がされちゃうかな。あー、行ったマジ。どうなってんすか、あなた。パワー。いやー、どうしよう。アーツまだ残してるかなー。どうだろう。ちょっと早い回避取りたいね。ちょっと安定行動。タックルは怖すぎる、ブロリー使いに。噛み合ったらもう終わりなんで。早い回避取った。でかい。未来ご飯出てくるかな?予約打ちして、オッケーオッケー。まあ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 。ここ。あー、なんです!危ね。バカが!くたばれ、マジで。これはバカ野郎が強すぎるわ。びっくり、見えないか。めっちゃ見えそうなタイミングって思ったんだけど。釣れる。釣れる。かぶしていくんですよ、僕は。うまいんで。あ、ごめんなさいね。うますぎるんですよ、僕。本当に。さあ、やめてね、読むのは。よし。この逆転劇。やっぱバカ野郎しか勝たんな。一気に形勢逆転できます。まあ、どうせ圧打てないでしょ、こいつ。こういうやつは圧打てないんだよね、こういう時で。通常抑えて、ゆっくりメイン。さあ、これはまたキャラチェンバカ野郎。ぶっ刺していきたいね。怖いよ。さあ、怖い。もう、あにゃ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 、なんですか?あなた急に抱きついてこないで。あ、ミスった!やばい!最悪だ!最悪だ!やばい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 。自分から巻き筋作って。やばい、最悪最悪最悪。やばいやばいやばい、巻き筋自分から作ってる。脳死だ。やばいやばいやばい。打撃をしてないこれ。大丈夫か。やばお前。それはやばいだろ。それはどういうことよ。ライジングもったいない相手。やっぱバカ野郎の何がいいって、もう、頭おかしいことしてくる人への対応力がやっぱ全然違うわ。うん。ああいうのに対しての潰しは圧倒的にバカ野郎ですね。まあ、このパーティーでは打撃がすごい強いんですけど、海洋剣。いや、完全にさっき未来ご飯落として全てが変わったね。僕結構バカ野郎の動画出してたと思うんですけど、本当に上位でレートするときって一番大事なのが、もう頭おかしい人に負けないことなんで、バカ野郎はマジで対応しやすいんでね。ベタ褒めしていきます。海洋圏の動画でバカ野郎を。跳ねたの見たいな。ちょっと遅れたかな?圧いこうか。オッケー。ゼラチン圧してる。まあ、打撃はこっちの方が出るんでね、火力。あ、これ打撃引けるんじゃなかった確か変身前。お、そうよね。いいね、いいね。強いね。変身前から結構火力出せますね。変身したい。オッケー。さあ、ここから次から泥足が。まあ、熱いや、このまま。うんだよね。よしよしよし。
やっぱ2日プレイしてないと全然なんか立ち回り変わるな俺自分の。今日めっちゃ回避圧すごいしてますね。別に悪いことではないと思いますけど。あー強い、これ強い、めちゃくちゃ強いな。いいね、青染めに結構火力出してくれるんで、これ撃っちゃおう、もう。うん。お、交代回ってなかった。いや、これちょっと、必殺読まれたくないな。撃ってなさすぎるんで、名探偵だったら読まれる。おー、よしよしよし。やっぱ強えわ。変身してないとはいえ、ライジングでバカ野郎を落とせますからね。落とせませんでした。あ、うまい。深くに入れてくれる人は久しぶり。俺がやってない間に、それはよくわからん。さあ、これで場に戻して、タックル見たい。跳ねた。ちょっと外事っぽくないんでタックル行きましょう。ういっす。ちゃんと目視できない系ね。まあ、今のは緊張するよね。中距離で回避見られた後の回避を見、何してくるかって。さすがに俺バカ野郎には、圧打ちませんよ。さあ、すごい。ずっとバカ野郎じゃない。海洋圏で戦ってんだけど。あーっと、さっき圧だったから2連回避で行こう。うん。潰すか。とりあえず、通常で抑えて、メイン。まあ、回避入れてくるでしょうね、さすがに。え、いや、入れないの、そこ。それは理解不能。なんで？なんで入れないの、回避。圧ないと思ったのかな。いや、いいね。打撃ストンパいいね。出ますね、火力。タックル来ない？アメンだよ。いや、うますぎないか、俺、マジで。出てくる？紫絶対出した方がいいよ。欲張りましょう。オッケーオッケー。いいっすね。強いな。いいな。ぶっぱやめてね。それ戻るんすよ、場に。それ場に。てかもう使わなくても戻ってたね。打撃キャン。タックル来ない。いやー、これちょっとね、射撃撃と。打撃。オッケー。キャラチン圧多いな、この人。で、必殺はもう強化必殺になっちゃってるんで、待って待って。これ圧きそうじゃない？来ないか。冷静か。このコンビ強いな、めちゃくちゃ。射撃来ないか。さあ、どうする？キャラチェンメインかな？あー、メイン切らないのか。切らしたかったな。かぶしたらうまい。メイン切るでしょ、ここ。おー、時間稼ぎ方うまいな、メイン。メイン切らないね。ごめん、これは勝ったわ。さよなら。メイン切って、跳ねた。回避圧してこん？してないか。はい。ありがとうございました。俺の勝ちだ。ということで、貫突海洋拳使ったんですけど、やっぱ打撃に押したら、相当強いっすね。まあ、バカ野郎もすごい、やっぱ強いですけど、まあ、海洋拳を活かしたい人は、こうやって打撃にアビリティをめっちゃ割いてあげたら、まあ、バカ野郎と違った強さ出せるんでね。はい。海洋拳使いの方、もしくはバカ野郎作れない方は、こんな感じで組んでみてください。終わります。